クローチって基本右手一本で、はい、こうやって練習するのが一番いいの。あの辺に落としたいなっていう感覚でトン。上手い人と下手な人の違いって、はい、打った後のこの柔らかさが違う。下手な人って、ね、こっち止まっちゃってる、はい、こうやって上手い人ってヘッド乗せてこう運べるのこうやって。お前ね、お前のさっきのアプローチがジープバッグングル上げて、はい、ここでポンってこうただ止めてるだけ、こうやって、はい、上手い人ってテイクバックこんな上げないの。ゆっくりこれぐらいに上げてこうやって運んであげるの。